清水二三郎、清水二三郎2月19日から1951年11月12日は、日本の衆議院議員。建築家、実業家、京都府京都市出身。建築家、清水神兵衛の次男として生まれ、同志社で学んだ。建築工学を学び、京都部特伝の建築に参加した。区内省、農商務省の移植を受け、1九百年のパリ、 万国博覧会では、日本建築、庭園模型を出品した。1902年、岩崎男爵家の設計技師となり、邸宅の設計を担当した。1910年の日英博覧会の際には、再び区内省、農省務省の移植を受け、日本庭園の設計を担当した。1911年、岩崎家の建築事務閉鎖に伴って独立し、清水建築公務省を開いた。 1915年のサンフランシスコ万国博覧会では評議員を務めた。1912年、第11回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。この時、日刊工業新聞を創刊し、後、大正民法と解題した。清水建築公務所所長のほか、伊賀大化連合株式会社社長、は鉄道株式会社常務取締役、 小港鉄道株式会社取締役、日本ダミー紡績株式会社取締役、湘南自動車株式会社監査役、中央工学校顧問、講師などを務めた。ありがとうございます。